要は空腹じゃ。いや、もう着きましたよ、磯野さん。いや、スーパー高木じゃないですか。違う違う違うよ、こっちだよ、天宝。うわもうふわふわじゃないですか。いや、買ってくると切らなきゃいけないじゃないですか、うん。いや、俺中学校の時にノコギリやりましたけど、そんなうまくいかないですよ。一個言っていいですか。はい。黙って見てろ。はい。これなんて名前のやつですか。はいはい。黙って見てろって言っただろ。あのさ、ふざけるのなしって言ったじゃないですか。そのいちいち。お疲れ様です。おはようございます。何これ？あ、お土産です。え、新たなニューモンキーじゃん。ニューモンキーと、うん。あ、遊びプレイ軍手。軍手。パワーが3倍になるやつね。そうそうです。ありがとうございます。ちょっと今日。なんか分かっちゃったんですけど、あんまりみんな知られてないかもしれないですけど、うん、東京からこう長野来てみて、うん、長野は寒い当たり前じゃん結構違うと思うよ。結構違いますね。結構違うよ。車の中でもだんだん寒くなってくみたいな感じる。わかるわかる。あの車に乗っててもわかるよね。なんかそうですね、行き暑いなって、うん、エアコンつけて冷房つけてたんですけど、だん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 え寒いね。そんなに違った？違います違います。え、出発した時エアコン使ってたの？使ってました。ええー。使ったんで日が入るじゃないですか、うん、途中からキーンってしてくるでしょ。そうですそうです。うん、お疲れ様です。長かった？寒いっす。長旅だった？長いっすねウッド社長は近いって言うんだけど。いや、全然遠いっす遠いっす。ちょっと行かれてるよね。ちょっと行かれてます。もうお尻の血がえノン休憩できましたから。え、嘘ちゃんと休憩しなきゃ大丈夫だった？怒られますよね、ナビに。怒られる怒られるちゃんと休憩しながら来ないと。はい、ちょっとぐらい遅刻してもいいんだから。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ無事磯野先生到着しましたので、いろんなめちゃめちゃあのさ木積みすぎでしょ。わーわー、これさ、もう捨てに来ましたみたいな感じ。違いますよ。捨てに来たんでしょこれ。これとかも捨てられないですよね。あ、切れないですし。あ、これでもあれだよ。これぐらいしか入ってないよ。あ、そうなんですか。そうだよ。え、全部入ってると思う。全部入ってると思って。違う違う違う。これあの端っこだけ割れないように。あ、そうなんですね。多分、うん、3センチぐらいしかないよ。うん、わかりました。じゃあとりあえず、はい、休憩しましょう。お尻。お尻が死んじゃうでしょ。そうっす、うん、結構風冷たいっすね、本当に。びっくりです。でも空気はなんか綺麗な感じします。あー、綺麗だよね、空気ね。磯野さん、はい、一休みしたところで、要は空腹じゃあ、時計あるんですね、そこ。あるよ、あるよここでも作業するからさ。ちょっとあれ食べたいんですよ。何が食べたいですか？ソウルフード、長野の噂の天宝。やばい、天宝行く？天宝連れてってほしいです。ウッド社長も大好きなザ・長野県民のソウルフード。あ、ちなみに長野県民の皆さんは、はい、意外と天宝って全国にあるんじゃないのっていう人が多いんですけど、愛知県でいうスガキ屋みたいな。あ、そうそうそ う, そう本当にそんな感じ。とりあえず行ってみますか。お願いします。はい、じゃあ何で行く？ボンゴ爺さん、ジムニーがいいんじゃないですか。 NV 兄さん、やっぱジムニーだよね乗ったことないですもん。でもあのジムニー兄さんの運転できないんで。あ、大丈夫です、ちゃんと運転しますので。飲酒もしませんし、まだお昼ご飯ですからよかったです、はい、じゃあジムニーで天宝行きましょう。お願いします、はい。普段乗ってるんですか、ジムニー？普段乗ってる乗ってる、乗らないと、はい、壊れちゃうからコンビニ行くときとか。いや、なるべく、はい、なるべく通勤でちゃんと使ってますよ。あ、そうなんですよ。これで通ってるんですね、うん、そう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 。
オートママンなんでオートマ限定なんですね。ジムに乗れないんですよ。あれですよね、開発系ハウスの敷地内ならノー免許でも。ああそう、私有地、はい、私有地ならもちろん乗れますよ。なるほど、うん、映していいんですか、足とか。足映していいよペダルも変えてるんですよね、クラッチペダル、うん、これね、クラアクセルペダル、アクセル、あ、はいはい、アクセルペダルはなんか可愛い足跡みたいになってますけど、これは前のオナさんの趣味で。あ、そうなんですね。なんかムーンアイズの、多分ムーンアイズっていうところの足マークみたいになってますけど、これはあの嫌いでは、そんな別に嫌いではないですけど、可愛いね。最初からこれでした。でも元々のオーナーさんも結構自分好みに、ね、ハンドルとかも多分変えてますよね。これはあの私の趣味で。あ、そうですね、はい、すごい握りにくい見た目だけのハンドルです。おしゃれ、可愛いから。普段ジムニーのラジコンの内装とか触ってますけど、一緒ですもんね、これとか。結構一緒だよね。一緒ですね。あ、あの網、エアコンの。あ、そうそうそう、出口。いや、もう着きましたよ、磯野さん。いや、スーパー高木じゃないですか。違う違う違うよ、こっちだよ、天宝。です。ワクワクしますね、このテンポがもう。可愛いでしょ。はい、行きまーす。サンデーもありますよ。え？サンデーもあります。サンデーあるよ。やった。なんで楽しいんだ。メニュー数もそういろ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 あるので。天宝初心者は何がいいんですか。いやー、天宝一応おすすめさせていただけるなら。はい。たくさん食べれる？たくさんは食べられないですよ。へぇ、セット一つはいけるかな。本当は人気ナンバーワン、あのね、これです。濃厚中華そば、餃子、はい、半ライスにしてほしいです。いけるかな。あ、でも半ライスなしでいきたいですね。いいよいいよ、餃子は。これにします、普通にうまそうですもんね。餃子が美味しいんですか、うん、そう、餃子はぜひ食べてみてほしい、うん、あ、卵欲しいですね。あ、じゃあこれがいいかも、うん、普通のラーメンだけどいい、はい、でも美味しい。天宝プロの開発計算は、はい、プロは何をチョイスする？プロになるとプロになるとね、ラーメン食べないんですよ。定食なんです。天宝自体はラーメンが主力のお店ではあるんですよ。いやー、まあ、ラーメン屋さん、ラーメン屋さん。あ、でも人によって餃子がむしろメイン。プロも餃子は絶対頼むんですね。餃子はね、入ってますもんね、外せません。なるほど、はい、へー。だけど実はつい最近ここに来てこれ食べたんですよ。はい、890円でこんなに食べられるんです。そうです、だから私も同じにします。はい、うん、今日頑張るからね。そうですね、うん、食べといた方がいいですね。はい、同じにします。はい、来ましたね。アップだけもらっていいですか。じゃあもう食べていいですか。どうぞ食べてみてください。うわもうふわふわじゃないですか。もう何これ、気持ちいいでしょ。普通に噛まなくていいっすね。持って帰りたいですね。このままポケットに、ポケットに入れて持って帰ったらいいじゃない。いやでもやっぱラーメンなんで、うん、麺だと思うんですよ。とはいえ、うん、うまい。そう、天宝のいいところは普通に美味しいです。普通に嫌いな人いないでしょ。100人中100人がうまい。美味しいでしょ。餃子はこれですね。そう、餃子
餃子がちょっとね特徴的なんですよ。味噌な餃子に関しては、うん、かなりうるさくないんで。うるさくないうるさくない。餃子なんて食べてこなかったんで、あどこの餃子も一緒やろみたいな感じですから。あ、そう、それならよかった。それなら怒られなくて済む。うまい別に美味しいでしょ。ちょっと違う感じしますね。あ、そうそう、わかる。なんか喉の奥の方に強い味がグッとくる餃子に関しては大人向け感を感じますね、ちょっと。あのね、なんか仏壇の味がするっていうのが伝わる。そう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 。あ、よくわかったね。そう、仏壇みたいな、お線香みたいな味する。ちょっとお線香の粉末混ぜましたみたいな。そうですね、うん、仏壇の部屋の味なんて言うんだろう。多分ね、和菓子の八角だと思う。ああ、はい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 。じゃあ正直ね、好き嫌いあるかもしれない。いや、全然大丈夫ですけど。いや、ほんと？確かに好き嫌いが、うん、この感じ必要なのって思う人はいるかもしれないし。そうそうそうでも、ウッドシャッター大好き。でも全然美味しいです。でも一番感動したのはチャーシューですね。あ、チャーシュー美味しいよね。麺とかもシンプルに美味しいんですけど、チャーシューなんかまあ群抜いちゃってる感じがしますけど。あのね、言ってもなんちゅうの、めちゃめちゃ気合い入ってる超有名店のラーメンとかじゃないから、大衆食堂みたいな、うん、でこれが出てくるならすごいことだと思いますけど、なんか、うん、これでいいんだよみたいな。うんうん、これそれ、そう、普通ですけど、1000円出したら2000円返ってくるイメージはありますね。ちょっと何言ってるか分からない。ちょっとここであの議論を呼ぶとこですけど、スガキ屋と比較した際には、うん、ちょっと議論を呼ぶとこだ、個人的には。いや、私も、はい、長らく愛知県にはお世話になってましたから、はい、住んでましたから10年ぐらい、はい、スガキ屋はね大好きなんですよ。スガキ屋好き？スガキ屋めっちゃ好きなんですよ。俺もすごい好き。天保でスガキ屋と戦う気はないです。どういうことですか？え？あの、スガキ屋は、はい、あの、ラーメンじゃない。あー、あの、バカにしてるんじゃないよ。いい意味で。おやつっていう。いや、おやつというか、そういうことじゃないですか。いや、スガキ屋。あの、スガキ屋のラーメンは、スガキ屋でしか出てこない。だから、ラーメンっていうジャンルがあるでしょ。はい。カレーがあるじゃん。はい。スガキ屋だから、そこ、 そこだから。そのラーメンの中のスガキ屋とかいうレベルじゃないから、あ、もうだって唯一無二じゃん、あんな味。そうですね、うん、安いしさ、290円とかでした。うん、その頃。そうですよ、うん、あれ今夜どうするの？飯どうすんの？どっかで一緒に食べる？まあ、連れてってほしいです、新兵が来るから。やった。じゃあどこの店舗行く？店舗によってメニューちょっとか違うんですか？いや、ほぼ一緒味も一緒。味も一緒立派なチェーン店です。そうだよ。磯野さん、ここ持ってください。ここで、はい、今回は棒ですよ、棒。棒、はい、棒を1、はい、1、2、3、4、10、11、今回こうしてこうしてこうなるでしょ、こういうふうに。で、ここのコーナー作んなきゃいけないじゃん。2つ作るってことですか？そうだよ。え、聞いてた？ミーティングの時聞いてます、聞いてます。で、ここにスロープでしょ？そうです。ここにスロープでしょ？そうです。思い出した？思い出しました。だからかける2で、はい、182の、 あの普通のやつを26本、はい。で、あとはこれね、この板、はい、この板を4枚、
であればなんかここもうちょうどいいの売ってるの買えば、だから買ってきてから考えればいいんです。いや買ってくると切らなきゃいけないじゃないですか、うん、切るのは大変ですよ。切る道具あるがね。簡単に切れるんですか木材切るって。めちゃくちゃ簡単。大工さん呼んで、てか、ちょ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 、まずね落ち着いて、はい、この辺も切りません。切りません。でこの辺切りますけど、はい、2×4 材を切るのは、はい、もうねめちゃくちゃ簡単だから。いや中学校の時にノコギリやりましたけど、ま、うん、っすぐ切れないわ、うん、大変だわ、うん、グニョングニョンするわ、ノコギリ、そんなうまくいかないっすよ。じゃあさ、はい、買い出し行く前に、はい、切ってから行く一回。黙ってほしいから、はい、もう磯野を黙らせたいから。ちょっと見たいですね。ちょっとこういうこれぐらい簡単ですよって分かってから買いに行った方がいいね。多分買い出し中も言うでしょ。これでいいじゃないですか。これ切る回数増えませんかとか言って言うでしょ。ちょっと切ろう。これですよ。これなんか YouTube ショートとかで、うん、大工さんが使ってるのは見たことありますけど、あれうちの動画でもたまに映ってますけど見たことないですか。そうでしたっけ。映ってますよ。これ切るのは分かりますよ、ノコギリだから。うん、なんかまっすぐ切れるんですか。1個言っていいですか。はい、黙って見てろ。はい、これなんて名前のやつですか。はいはい、黙って見てろって言っただろ。で磯野さんが心配してるのは、はい、あれですよね、あの好きな長さで簡単に切れるんですかっていうことでしょ。そうです。じゃ例えばこれ試し切りですよ。80センチが欲しい。はい、ここ80でしょ。はい、でなんだこれは、こうするじゃないですか。はい、でそこの線に当てるのが難しいんですよ。ノコギリやったことないんすか。ノコギリはうまくいかないと思う。ノコギリはここ2、3年やったことないです。これがあるからでこれ、はい、当たり前ですけど、後でちょっとやってもらいますけど、はい、あの取り扱いを間違えると指が取れちゃったりあの血が出てあの命に関わることになるので。なるほど。おうおう、これ怖いでしょ、危ないでしょ。そうですね。だからあのこれを使う時だけは、はい、絶対にふざけないでくださいふざけたことなんちゃんとないですけどちゃんとしてください。はい、でまた後でちゃんと詳しく説明しますけど、はい、その三角定規はこれの付属品なんですか。いやこれはあの別で買うんだけど、はい、まあ必須です。これを使うときは。なるほど、必須アイテムです。はい、でこれここに当てるでしょ。いや切るとこここあのさ、いやふざけるのなしって言ったじゃないですか。そのいちいち小ボケをかますのは、はい、どこで覚えてきたの小島大隊長にしごかれたなはいはい、あなたぐらいもう工作やってたらわかるでしょ大体。ここに線引いてここから真剣にやりましょう。うん、はい、あそうね、はい、じゃあやっぱふざけてたんじゃんふざけてないこれ持ったらもう真剣だからね。はい、はい、これ持ちました。はい、でここを合わせるんですよ、ここに。はい、でこうでしょ。で後で本当にちゃんと教えるけど、はい、これキックバックって言ってちょっとミスったらこれパーンってこっちに、あっタイヤみたいな役割、パーンあーパーンズバーンあーンってなるんで、それだけ気をつけなきゃいけないから、あのこの切るところの後ろには、はいはい、何もない状態にしてやります。結構そんな簡単にキックバックみたいな現象は起きる。いや正直一回もなったことない。あ、うん、なるほど。一回もなったことないですけど、ちゃんと使ってればそんなことはないですけど、はい、まあ、何があるか分かんないんで。なるほど。一番悪い使い方は、はい、今度ウッド社長にはそれちょっとやってもらおうかなと思うんだけど。なるほど。嘘を教えて、はい、もうこうやって切る。これもう
ここでこうやって切る想像したくないことがやばいでしょ、もうやばいでしょ、はい、だからこうね、はい、うん、大事なことですよね本当に、そう、はい、なるほど、ウッド社長には今度こうやって切るんですよっつってこれがパーンつってすごいことになるから大丈夫かなあ、じゃあこれ持つんで真剣にやりますよ、はい、はい、で当然このコードはね、はい、こう後ろにごちゃごちゃない状態 で、 そうですね、でこうします、でこの刃が当たるとこう、ここで一応目安で分かるんだけど、はい、はい、で刃がこの線のこっち通るかこっち通るか、はい、で変わってくるから細かい話だけど、あ、その刃の厚さで差が出ちゃう、そうそうそう、で今回の場合はこっちから測ってここまでで80にしたいので、はいはい、外側を切ります、なるほど、それ共通にしとかないとやっちゃいますね、そう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 、でここで大体目安でしといてから実際切るところ、あ、これ当てながら、綺麗、綺麗でしょ、さっき何を調整したんですか、届いてないやんけとは思ってたんですけど、さっきのところは、はい、カットしますなんでかっていうとなんでかっていうと使い方の安全性の話ばっかりしてたんですけど、はい、ここを切るものの厚さに合わせて、あー、はいはい、調整できるんだ。そうそうそう。なるほど。変えないといけないですよ。なるほど。はいはい、調整するのを完全に忘れてたんで、はい、カットします。はい、はい、だから実際これ動画で見たら、はい、もう綺麗にシュンシュンっていったみたいな感じになるんで、はい、これでもう分かったでしょ。はい、すごく簡単だっていうことが。はい、ノコギリで切ってたのアホらしいよねそうですね、うん、でも私ももともと結構 DIY みたいなの好きなんで、はい、いっぱいやってましたけど、何年かは手で切ってましたから、わかりました、便利だけど当然危ないんで、威力がある分、見てわかる通り、はい、はい、これだけはふざけて使っちゃダメです、ふざけるのはウッド社長だけ、そう、はい、ふざけるのはウッド社長だけで十分なんで、はい、はい、じゃあ、買いに行きますか、はい、わかりました、なんでこれがあればもう本当長さなんて考えなくていいよっていう、ね、そうそうそう、そんなに気にしなくてもいい、なるほど、うん、でちょっと切るぐらい、あ、切ろっかって言って切ればいいから、なるほど、じゃあこれでおとなしく買い出しに行けますか、いうことを聞きます、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、磯野さん、はい、これですよ、はい、オフをしてください。動かしてください。はい、まっすぐなの何本だっけ ?8 本だっけ いっぱい。え？いっぱいです。何本あったんだっけ?2、じゃあ8本足らない。8本足らない。そうだよね。そうです。じゃあ8本。8本でいいんですか？余分に買おうって言ってたじゃないですか。8本で余分なんで。8本でちょうどじゃないですか。じゃあこれ180じゃん、はい、で横が半分になるから、なるほど、うん、いいよ10本でもいいよ、まっすぐが見てるちゃんと、なんかこれとかはまっすぐじゃないじゃないですか、こうやって見るの、それじゃ分かんないですよね、だってこれはグラグラするじゃないですか、うん、忘れ物ないですか、アイスクリーム買いましたっけ、だからその小ボケをどこで覚えたの最近あ、カフェイターか、まあ、一旦いいや、最悪のあのスーはだけ来れるじゃないですか、うん、ね、これだけ行ってとりあえず組もう、はい、うん、OK 戻りますか、行きましょう、はい、なんで今せっかく
設置したのにさ、勝手に場所動かすの。こうやって枠作るって話ですよ。